ボストン大学はアメリカ合衆国ボストンに本部を置く米国の私立大学である1839年に設置された全米で4番目の規模を誇り古くから有色人種、女性や留学生の受け入れを積極的に行っていることで有名2017年の学生数は約3万人で世界130カ国から5000人にも及ぶ留学生が学ぶ 楽器は、セメスター制を採用している。略称は BU。アイザック・アシモフや、エリ・ビーゼル、下村・オサム等のノーベル賞受賞者を含む教授陣、充実した施設、多彩なプログラム等がその人気の要因とされる。2018年の合格率は22%。どのような世界大学ランキングでも常に100入りする、学術都市ボストンの代表的な、名門私立大学である。 学部のバラエティ豊かさは、アメリカ合衆国内の大学の中でも有数である。中でも特質なのが、ユニバーシティプロフェッサー、S プログラムである。このプログラムでは、自分の好きな専攻をデザインでき、その学部を卒業するためのカリキュラムもアドバイザーの、教授陣と一緒に決めることができる。11の短歌大学と15の短科大学院で、成り立っており、ロースクール。 メディカルスクール、デンタルスクール等をはじめ、各分野で高く評価される。世界的な英語教育の高まりを受けて、英語コミュニケーションにも力を入れている。特に、MBA への編入を目的とした、英語教育や短期英語コミュニケーションプログラムの設置がユニークである。ボストンのメソジスト派の牧師、ラロイ・サンダーランドラによって1839年に、バーモント州、 ニューベリーにニューベリービブリカルインスティチュートとして設立。現在は非宗教系の組織となっているが、もともとは神学校としてスタート。1847年ニューハンプシャー州コンコルドに移動し、学校名をメソディストビブリカルインスティチュートに改名。一般にはコンコードビブリカルインスティチュートとして知られた。1867年にボストンへ移動し、学校名を ボストン・ティー・ロジェクル・インスティチュートに改名。1869年5月26日にマサチューセッツ州によりチャーターされ、現在のボストン・ユニバーシティに改名する。スクール・オブ・シオロジーを除いた全学部で性別、人種、宗教に関係なく教員と学生を受け入れ始める。1920年から1967年にかけてチャールズ・リバー・キャンパスが建設される。 大学面積は3倍になり、新たに68の建物を建設した。US ニュース主要研究家庭ランキング専門大学、インボストン大学は、多くのスポーツ活動において、全米大学体育協会の最高レベルである、ディビジョン I に属しており、男女のアイスホッケー、バスケットボール、クロスカントリーなどがある。中でも、最も有名なのは、男子アイスホッケーであり、 usch.com o が公表する2017年のシーズン前の全米ランキングは2位であった。ボストン大学のスポーツチームはテリアーズと呼ばれている。これはボストン大学のマスコットであるボストンテリアのレッドにちなんでいる。レッドの誕生日は1922年12月15日。名前はスクールカラーがスカーレットなのにちなんで、 マーガレット・ミッチェル・チョフーと共にサリヌの主人公、スカーレット・オハラに恋した登場人物、レッド・バトラーから来ている。2002年に全米マスコット選手権で4位にランクインした。好きな食べ物はアメリカンドッグとホットドッグ、チリドッグ、BC ・イーグルスである。ボストン大学は男子アイスホッケーの名門であり、全米選手権の優勝は5回。フローズンフォー進出は、 歴代3位の22回、全米選手権進出は歴代3位の36回果たしている。所属カンファレンスはアイスホッケー劇戦区の一つであるホッケーイースト協会であり、カンファレンス大会は9回の優勝、レギュラーシーズンの首位には10回輝いている。ホッケーイースト協会ではフローズンフォー進出歴代最多のボストンカレッジやメイン大学などと、 熾烈なライバル関係を築いている。同カンファレンスにはその他にもプロビデンスカレッジやニューハンプシャー大学などの実力校が揃っており、勝ち抜くのは困難である。ボストン周辺にある4大学が、毎年2月の第1、2月曜日に行うビーンポット大会については、1952から1953から2017から2018。 シーズンまでに計66回開催されており、その中でボストン大学は53回もの決勝進出を果たし、最多の30回もの優勝を果たしている。同じボストンにあるボストンカレッジとは1918年に初めて対戦した時からの長年のライバル関係にあり、このライバル関係はグリーンラインライバリー、またはバトルオブコモンウェルスアベニューと呼ばれている。これは 両校とも、マサチューセッツ湾交通局が運営する地下鉄のグリーンライン沿いにあり、また、同時に両校とも、ボストン市内を東西に走るコモンウェルスアベニュー沿いに、あるためである。これまでに279回の試合を行い、ボストン大学が135勝125敗19、分けでリードしている。同校は、毎年多くの NHL 選手を輩出しており、 近年最も成功した選手は2015年にボストン大学の全米大学選手権決勝進出に大きく貢献し1年生にして同年の NCWA 年間最優秀選手賞を受賞しさらに同年に NHL ドラフトの全体2位でバッファローセーバーズに指名されたジャック・アイクルであるアイクルは NHL のスーパースターであり2018から2019 シーズンからは同チームのキャプテンを務めている。また、現在、ミネソタワイルドに所属するジョーダン・グリーンウェイは、黒人初の冬季オリンピック男子、アイスホッケー、米国代表であり、同行在学中に2018年ピョンチャンオリンピックに出場している。さらに、グリーンウェイは、同一シーズンに全米大学選手権、冬季オリンピック、スタンレーカッププレイオフに出場した。 史上初の選手にもなった。2015年の全米選手権決勝戦では、同じホッケーイースト協会所属のプロビデンスカレッジと、地元ボストンの TD ガーデンにて対戦した。第3ピリオド終了まで、約8分半という勝利目前で、プロビデンスカレッジの選手が放ったシュートを、コヨリーが掴んだものの、パックを掴み損ねたと勘違いし、それを落として失点し、これで同点とされ、 その後さらに失点して逆転負けするというショッキングな負け方をした。その3年後のカンファレンス大会決勝戦では再度、プロビデンスカレッジと TD ガーデンにて相まみえ、ここで見事リベンジを果たした。男子アイスホッケーのホームアリーナは6150人を収容するアガニスアリーナである。 同アリーナは2005年にオープンしており、ホッケーイースト協会所属の大学のホームアリーナの中で最も新しい。詳細は、ボストン大学の教員を参照。ありがとうございます。